ジア勢初のベスト4入りを狙う韓国。相手は無敵艦隊スペインです。しかしスペインはエースラウルが怪我で先発できません。フォワードはモリエンテスのワントップで臨みます。縦に今度入れてきましたモリエンテス。このモリエンテススペインはそのモリエンテスにボールを合わせますが、どうしても孤立してしまいます。ゲームの流れを最初に掴んだのは韓国でした。カットしたチャンスになる。ソジョング入ってきた。アンジョンハンが行く。アンジョンハンが届きませんでした。キムナミル縦入っていった。チャンスはパクチソンがいい動きを見せましたが、わずかに合いませんでした。しかし前半13分、ボランチのキムナミルがタックルを受けて負傷。ここから試合の主導権はスペインに移ります。前に上がっていきます。イヴァン・エルゲラも上がっていきます。前を狙ってきたモリエンテス、シュート、これはなんとか抑えました。ちょっと今集中切れてたんじゃないですかね。ですね、ここにバラハ、ちょっとずつで座ってボールが回りになってますよね。ホアキン、嫌なリズムなんだけどな。これ中盤でだんだん回ってきましたね。ホアキンから、ホアキンからモリエンテスを見ている。モリエンテスワンツー、いや、よくついてきました。今前半32分、韓国は負傷で運動量の落ちたキムナミルを下げ、イ・ウルヨンを投入します。アンジョンハン抜けていくか。アンジョンハン左、ソルギヒョン、クロスは、ここでクロスが入ってきた。クリアします。こぼれ球、イ・ウンピョ、ヨンピョのシュートでした。この日スペインの攻撃の要となったのがホアキンでした。抜けていきます。ホアキンチャンス、いいクロスボールだ、飛び込んだ、素晴らしいクロスボール。ホアキンのトップ力、抜いていった。ホアキン、ホアキンが抜けていく、チャンスにシュート。いや、最後ちょっとコントロールミスしましたからね、よかったですけど、危なかったし。まだチャンスになる。左ロメロ、クロス狙ったか。まもなく45分になります。プジョル、もうかわして、バラハ、後ろからのシュートは、いや、わずかに枠を外れました。イヴァン・エルゲラ。0対0で前半を終わりますが、後半に入ってもスペインのペースが続きます。イヴァン・エルゲラもいます。低いボールできた、合わせた、と入った。いや、ファールですね。これファール今取りましたか。決まったかに見えましたが、シャツをつかむファールでゴールは取り消されます。次第にスペインの速いパス回しが出てきました。17番バレロン、バレロン、ホアキン、ホアキンがクロスを出す。モリエンテス待ってる。モリエンテス、動きが速くなってきました。一方韓国は後半20分、久しぶりにチャンスを作ります。イチョンス、パクチソンが出す。イチョンス、クロスだ。うわ、一瞬自殺点かと思ったんですけど違ったですね。あわやというところですが、クリア。ようやくパクチソンを下げたところに入れた、そのパスが出ました。ソン・ジュンゴクは速い曲がるボール、遠い位置、クリアはチャンスだ。まだあるチャンス、シュート、止めました。いやー、カシーリアス、よく止めました。そうですね、パクチソン、韓国の決定的なチャンス。今日のゲームの中では初めて一番ゴールが近かったシーンです。ホアキン、ホアキン強い。ホアキン、ホアキンからバレロン、バレロンから出た。ホアキンシュート、サイドネットです。後半35分、スペインは経験豊かなルイス・エンリケを入れます。メンデータ裏に抜ければチャンスだ。ルイス・エンリケ、
ルイス・エンリケ、よく帰った、ここはよく帰りました、ここはよく帰ってルイス・エンリケを止めました、キム・テヨン。後半45分、韓国は最後の交代枠を使ってファン・ソンホンを投入。4人が前に出てくる、いいクロス入ってきた、クリア、こぼれた、チャンス、シュート、止めました、素晴らしいシュートでした、イ・チョンス。結局0対0のまま延長戦に突入。メンディエタ、メンディエタからバラハ、バラハが入れてくるが、クリア、ホンミョンボ、ホアキン、中に2人、ホアキンがかわしてくる、入ってきた、出ましたね、はい、オフサイドです。ライン割ってた、あ、ライン割りました、失礼、はい、ゴールラインを割りました、綺麗なゴールでしたが、モリエンです、割った、プジョル、ホアキンへのボールは長いか、これが繋がるとホームでも中にいないですからね、時間作りました、スローインです、入ってきた、オリエンテス、モリエンテス、シュート、とポストだ、バラチャンス、メンディエタ、メンディエタ、シュート、決定的なスペインのチャンスでした。また長いボール、こぼれた、イ・チョンス、中に入ってきた、ソルギヒョン、フリーだ、ファン・ソンホン、シュート、うわー、ディフェンスに当たりました、ビッグチャンスでした、ベスト4が目の前に見えたチャンス。ベスト4をかけた戦いは PK 戦にもつれ込みました。この時ヒディンク監督は勝利を確信したかのように笑みを浮かべます。Above all, I was confident about the penalty kicks because so far we were not good. Yesterday we did almost a whole practice on that in closed session and it worked out very well. 先に蹴るのは韓国。大声援の中、最初のキッカーはベテランのファン・ソンホン。1人目、ファン・ソンホン、入った、手に当てましたが入りました。こちらはイエローは決めます、さすがイエロー、パクソン決めた、バラハ決めた、ソルギヒョン決めました、シャビは上の隅に決めました、アンジョンファン、アンジョンファン決めました、4人連続で決めている韓国。スペインの4人目はこの日韓国を苦しめたホアキン。ホアキンが止めた、止めました、イウンジェ、イウンジェのセーブで4対3、次を決めれば韓国の勝利です。蹴るのはキャプテンのホンミョンボ。 PK 戦の直前にホンミョンボを5番目のキッカーに指名したのはヒディンク監督でした。ミョンボ、ハンミョンボ、 and in the previous games as a captain he was sometimes hiding when there was a penalty, he was sometimes hiding and he was looking the other way around or just arranging his shoe or something like that, neglecting a little bitthe responsibility, and I said to him, hey, this guy, hey guy, listen, you are captain, you have 100 and more international caps, in Asia you are number one, far out number one, so you have to take the responsibility, you take number five. 計り知れないほどの期待と重圧の中、ホンミョンボはボールにだけ集中していました。ユンジェ선수가하나잘막은거에대해서잘보답해주고싶고또팀의주장으로서어려울때좀해결해줬으면하는마음이있었는데역시오늘마지막키퍼로서자홍명범決めた、韓
国初のベスト4、アジア勢初のベスト4です。韓国がスペインを破りました。粘りに粘って勝ちましたね。これ歴史的な瞬間、アジア初のベスト4、韓国。韓国全土を覆った熱気はこの日最高潮に達しました。